ね、ほぼほぼハッピーさん。でも最初の方はね、ハッピーアバターじゃなくなってるんだよね。そうなんだよ。ハッピーさんとハッピーさん、ハート、ありがとうございます。なんか聞いてください。もう今日さ、早起きな日だったんですよ。今日も起きれなくて、ちょっとやばいんですよ。なんか本当に起きれなくなっちゃった。どうしよう、やばい。明日起きれるかな。明日こそ絶対起きなきゃいけないのに、起きれるかな。いや、起きなきゃいけない。まあ、こうやって考えてれば、まあ、なんとか起きれると思うんだけど、起きれないの。なんか最近本当に、最近って言ってもこの2日間なんだけど、遅刻した。私でもね、まだ SK に入って遅刻は1回もしたことないんですよ。 普通に仕事とかバイトでも遅刻は1回もしたことないんだけど。 逆に寝ない。確かに。いやでもね、逆に寝なかったらね、余計に動けんくなっちゃうから。ハッピーさん、ハート、ありがとうございます。今ね、普通に目覚ましは5分とか10分間隔で10個ぐらいはやってるんだけど、一切聞こえない。 たまに聞こえるけど、止めることすらもしてないで眠ってる。 なんか寝れなかったのに眠りが深くなって、どんどん寝られてる。いいことなんだけど、体っていうか脳だけは回復してってるってことだから。ハッピーさんとハッピーさん、ハートたくさん、キュンです。ありがとうございます。ハッピーさん、エメラルドありがとうございます。ハッピーさん、こんばんは、こんばんは。時間複数設定できない。いや、たくさんしてるの。たくさんしてるのに起きてないの。ダメだね、もう。これはもう、家族に モーニングコールしてもらうしかないかな。いや、それしかないよね、もう。最終手段はそれしかないよね。そうだよね。そうしよう。ちょっと明日怖いから、してもらおう。でも日曜日だからさ、仕事休みだと思うから、申し訳ないけど 起こしてもらおう。え、自分でも起きる努力はするけど、みんなも起こして。 モーニングコールなんてほぼほぼ私されたことないよ。あとはテレビつけっぱなしで寝るとか。ああ、でも今までテレビつけっぱなしで寝てたからな、私。でも最近は消してるな。何時？明日は今の感じなんだっけな、6時かな。6時ちょい前に起きれたら最高って感じかな。 いつもだったら目覚ましですぐ起きれるのに。こんばんは。私スタンプ、そう、 LINE のね、スタンプ連打で起きたことも一度もないの。まあされたこともないんだけど、当たり前に起きないか、それじゃ。 そう、家にありとあらゆるタイマーセットしてこと。確かに。でもね、家にあるタイマーは携帯のアラームしかないな。カーテン全開で朝日起き。え、でもさ、太陽の光あんまり入ってこなくない？ 6 時。そうでもない？こんばんは、こんばんは。そうなんだよ。モニコールでも起きれない人起きない。確かに。そりゃそうよね。そうだよね。まあでもあれか、いつもの携帯に入ってる目覚ましの音ってさ、変えないのじゃないですか、なかなか。だからその音に慣れてるのかな、もう今。だから、LINE じゃなくて、本当の携帯の電話番号に電話して、
もらったらいつもと同じ音楽じゃないからなんか緊急なのかなと思って起きるかな。なんか前髪バラバラだな今日あれかな。ハッピーさん、ハッピーさん、ハートたくさんハッピーさん健康第一、ハッピーさんルビーとエメラルドありがとうございます。ハッピーさんそうしてもらおうかな着メレイナーにしてますレイナー確かに起きそうだけどどうだろうレイナー、何が一番起きやすいかな。私の好きなものだとハッピーが起こしてほしい、あのフェアリーテールの方のハッピーか、なんだろうな、エルザが怒ってほしいあとはさやかさんの頑張れっていう声で起きたいそれならもう最高の朝の始まるよね。朝起きた瞬間から頑張れるよね。好きな人から頑張れって言われたら頑張るしかないよ青春ガールズゴーゴーゴー、確かに確かにな、ゴーゴーゴー聞くともうさ手が勝手にこうやりたくなっちゃうもんな。こんばんは、こんばんは。おいしいしが変わってきてないごめんごめん。そう、さやかさんモスバ、モスバ、私普段モスバなんか言わないけどさやかさんがモスバって言ってるからモスバって言うようになっちゃった。やっぱさ好きな人、憧れの人の影響力がすごいね。すぐ影響されちゃう私。大丈夫かハッピー。いやほんとさやかさん好きだな本当に。今ねめちゃめちゃ可愛いさやかさんの待ち受け画面なんですよ。画面開くたびに幸せな気持ちになれるもうすごい呼び増えてる気がする。やっぱそうだよね、好きな人と同じ呼び方になっちゃうよ。そう CM もね見たよ、ちょろいみんな一緒こんばんは、こんばんは。最悪じゃない今日昨日そう、そんなことない大丈夫か。ちょっとなんか今日さ前髪がおかしいな、さっきアイロンしたばっかなのに長いのかな。明日切ろうかな、起きたら時間あったらね。里川さんが兄さんツーショットかと思って、ツーショットをねまず自分の顔を待ち受け画面にする勇気は私にはない開くたびに幻滅するからするなら自分の憧れの人、ずっと好きって言ってる人の画像かな。そうだね、ハッピーさんを待ち受けにしようかなって一時期思ってたんだけどしてないんですよしたことないかな、新しい携帯にしてから。そう実際ないんだよ。なんかね誰かに見られた時にそう嫌だなって思っちゃう。誰にも見られたくないのハッピーさんはそうなの。あとはなんだろうな、画面見て癒されるけどすごい会いたいっていう気持ちが爆発しちゃうからやめてるのハッピーさんいた、ハッピーさん。坂道さんに推しはいないですか。推しという推しはいないけど気になってた方が一番最初はあの渡辺美穂さんだったんですよ。そうなの、そこから見ていって
斉藤京子さんかな気になってた、見てた、ずっと。かわいいよね、かわいいしかない。かわいいハッピーそう、一番最初に好きになったのが渡辺美穂さんだったんですよ。言ってなかったかな。そうだよ。その後に斉藤京子さんでした。え、でも宮田真奈さんもすごく可愛いと思って、一時期坂道さんのそのゲームアプリを入れて推しメン登録とかなんかいろいろしてたでも一瞬で終わった、私携帯変えちゃったからっていうのもあるんだけど。カブトムシアバター、そう、まあ、本当一番の主なものはハッピーさんなんだけどね、猫。そうよー、ぶりっ子とで、え、そうなの知らないよ、全然詳しくないからさ、何も言えないの、ごめんね。さや、はい、こんばんは、こんばんは。え、それ私に私に、そういえば一昨日ぐらいにカブトムシ全滅して、そうそうそう、私一切カブトムシについて配信で最近触れてなかったんですけど、そう、ちょいちょいね、そう、お星様になっていってちゃってるカブトムシちゃんが増えてきてしまってて、まあ、もうね、夏が終わるっていうか、もう終わってるし、だからしょうがないんだけど、そう、まあでもいるにはいる、まだ。そうなのねー、悲しいよね、普通に。そう、皆さんにね、そう、いつよいつよ思ってずっと言えてなかったんだけど、言ったらさ、また私が悲しくて泣いちゃいそうになっちゃうかなと思って、そう、そうなんだよ。次世代生まれそう、え、どうだろう、掘り起こさないからさ、そこまで、てか掘り起こしちゃいけないと思うしだから分かんないんだけど、いたらいいなっていう聞くタイミングなかったから慣れた、ごめんね。ちょうどコメントがあったから読んで事情を言いましたね、事情とはいえ寂しいよ。だって好きなカブトムシだよ、小学生ぶりにやっとまたイリチネマキに迎え入れられた子たちだったからね。え、夏の生き物ね、え、本当にさ、もっと長生きしてくれたらすごい嬉しいよね、生き物って全部。セミも1週間っていうし、短いよ、短い、1週間、あなたは1週間しか生きられませんって言われたら皆さん何します？私何しよう、これ考えて皆さんと話すだけで何時間も語れそうな気がする自分と生き物について話すから、みんなの意見も聞きたいすごい、絶対長く話せると思う、みんなと一緒に。天使の猫のアバターさん、だるま、女の子のアバターさん、ハト、かわいい、なんだこれ、仕事中のアバターさん、音符、ハッピーさん、だるまたくさん、ハッピーさん、ブフォー、ハッピーさん、ハトダクさん、黄色い鳥かなこれ黄色い鳥のアバターさんもハト、これはなんだ、白くて見えない白いアバターさんもだるま、ありがとうございます。あれ、もう15分、早い、今日で外区37日目、ありがとうございます。何するかね、決
決まんないな私。もうさ絶対予定をみっちり決めたいよね。この時間からは何をするとか、もしくはもう寝たくないよね1週間しかないって言われたらだって全力で生きるしかないよね。もうそう思うと今もなんかもったいない生き方してるのかなと思っちゃうねえ。毎日インドインド、え、もういいけど食べたことない食べ物、なんか苦手な食べ物で、あ、ちょっとハビさんガチ寝ですねごめん寝してるガチ寝ハビタン、ハビタン、ハビタン、あ、起きたガチ寝だったんだ、ハビタン、かわいい、初めて見れたね、みんな ごめんねしてた、本気のガチねかわいい、ハビさん、ハト、ハビさん、パチパチ、拍手、うわ、気が回った、ハビさん、かわいい、ありがとうございますかわいい野球のアバターさんのだるま、あとこれはなんだっけ、成人式かな、成人式のアバターさん、ハト、ありがとうございます。結構レアなシーンよ、なんかハッピーさんが年取ってからこういう寝方をし始めたんですよ。怖いね、この時絶対なんか息止まってそうな気がする、うん、怖いよそう、怖くなるでしょ、この寝方するときは絶対私起こすんですよ。だって地面にこうついてるから息できなくない？しかも布だからさ、うん、なりそう、怖まあそんな姿も可愛いね終わりにします終わりにします。ランキングを読みます。38位、ハッピーさん、待って、今日のさ2位の方のアバターが見えない、え、見えない、名前は初めての名前だえ、2位の方見えないな、見えない、え、なんで見えないんだろう、もう今このルームにいないからかな